皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もキョモバイルやっていきましょう。かなりね、久々の動画投稿になるんですけども、またこれからちょくちょく動画上げていくのでよろしくお願いします。で、今日の動画なんですけど、新イベントのお話をしていこうと思います。あとはね、ストアにも結構ね、パックが追加されたんで、そちらもね、はい、お話ししていこうかなと思います。で、今回のイベントなんですけども、こちらウェブイベントから見ていくと、この UCL21 ファイナルイベント、まあ、チャンピオンズリーグファイナルが今週末になるということで、そちらのイベントが、はい、来ましたね。今までね、チャンピオンズリーグ、まあ、セミファイナルの選手とか出てきたんですけど、それのファイナルバージョンがここで出てきましたね。はい。出てくる選手はファイナルなんで、チェルシーと、あとはシティの選手になってます。そしたらイベントページに行ってね、イベントの説明していこうかなと思います。はい、こちらがイベントのページとなっております。やることは、まあ、ここの選手ボックスとか、引いていくんですけど、その前にこの試合ですね。こちら毎日やっていただいて、このファイナルアップグレードトークンというのを獲得していきます。このトークンを使って、まあ、この選手ボックス引くなり、このファイナル選手と交換するといった感じになってます。で、このファイナル選手を交換するためには、この選手のセミファイナル仕様のものが必要になってくるので、そちらもね、この選手交換、こちらから交換していくといった感じですね。これ全部あるので、一個一個、まあ、レベル上げていってみたいな感じで。最後ね、この、あと14日後に、2週間後ですね。このベストイレブン、こちらが発表されて多分ここにね、追加されると思うんで、まあ、これ待ってから選手交換してもいいと思います、ファイナルに関しては。多分ベストイレブンもどういう仕様になるかわかんないんですけど、多分ファイナルの選手プラスなんか使うんで、予想では。うん。なので、まあ、ちょっと待ってね、こちら発表されてから交換するのが、個人的にはいいかなと思っております。まあ、このイベントもね、いつも通り地道にコツコツやっていくのが、はい、いいと思います。そしたら、ストアのチェックもしていきましょう。まず、大きいので言うと、この TOE 選手パックが、イングランド、フランス、オランダ、スペイン、1、スペイン、2、あとイタリア、1、2、3、4、5、6、6種類追加されましたね。で、これも TOE10 連プラス、このね、スペシャルパックで105以上かな。の選手が必ず一人もらえると。これめちゃくちゃいいっすね。こういうの来るんだったらね、最初の10連なんて引かなくてよかったっていう話になってくるんですけど。これ結構引いた方がいいかもしれないっす。しかもいいのがね、この金の選手が、確率がね、全部一緒なんですよ。105からの選手と。これはね、かなりいい。これ引いた動画もちょっと今度出そうかな。で、あと、こちらの選手パックから、この、ベ・ナ・デ・アソートパック。これね、名前がね、ネーミングセンス謎。こちらのパックが、まあ、1000FV で1個買えるんですけど、このベッカム、デルピエロ、中田確定と。だからベッカム、中田、デルピエロの、まあ、頭文字、ベナデとなってます。確率が、白レジェが 3%、黒レジェンドが 30% と。で、まあ、足すと、約 10% で白レジェンドですね。3人いるんで。で、90% で黒レジェンドと。で、これ1回引きますか？ちょっと、試しにね。これ1アカウント1回までなんで、ここで引いていきます。白来たらラッキー。ゴー。さあさあさあ。はい！じゃ、これ組んで。まずイングランドがいい。イタリア、デルピエロだな。どっちだ？さすがに 3% は引けないか。って言って。くっそ。まあ、こんなもんですね。今回のね、アップデートで追加されたのはそんな感じですね。まあ、TO イベントもありますし、この UCL ファイナルイベントもあるんで、まあね、地道に、はい、毎日ログインしながら、やれる分だけ試合してって感じで進めていくのがいいと思います。じゃあ次はね、そのストアで、さっきのね、言った TOE 選手パック、全部引きますか。12000FV だけど全部で。まあ気合で引いていこうと思います。今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。